はい、ダンです。自動購入ボット、転売ボットの作り方とか、あと購入のおすすめとかですね、スプリームとかその辺の、話題になってますね。まあ、この転入というか、転売のボットの作り方なんですけども、まあ、これネットでも調べられるんですが、怪しい情報も混じっているので気をつけましょう。まあ、こういったですね、転売とか買い占め系のボットの作り方とか、まあ、いい加減なものもかなりあるんですよね。無料だからって言って、安易に利用すると、まずいことなのかなと。まあ、人気の高い商品を効率よく転売するためのですね、必要なボット、まあ、こういった作り方とかですね、こういうのは結構話題になってるんですけども、まあ、本当に使えるボットはどれなのか、自分で作れるのか、まあ、この辺ブログの記事にもしたんですけども、今日はですね、転売っていうと、そのものについて簡単に触れておきたいなというふうに思いますね。転売はですね、すぐにお金になるとかですね、要は安く買って高く売るというだけなので、まあ、非常にビジネスモデルとしてもシンプルで、初心者が手をつけやすい。まあ、副業としておすすめっていう人がいるんですけども、まあ、自分が中国輸入、Amazon 転売っていうのをやった時に、難しいなと思うところがいくつかあって、やっぱり、まずはですね、最初に資金がある程度ないと、なかなか大きな利益にならないってところですよね。100万円単位からあった方がいいかなという、まあ、細々やって小遣い程度、数千円とか、程度欲しいぐらいだったら全然いいんですけれども、やっぱりビジネスとしてやるとしたらそれなりに大きな資金が必要だと。あとは中国の場合だったんですけれども、安定して売れそうなものを見つけてもですね、安定して、供給が得られない、要は、同じ在庫を確保できないというのがありますね。なので、あとは偽物、中国の場合偽物がかなり混じってたりと。まあ、日本だと、せどりとかいうのもあると思うんですけど、やっぱりいろんなその、リサイクルショップとか、あとはその量販店に行って、確保するっていう作業がなかなか大変になる。まあ、労働収入かなという感じですね。で、あとはですね、商品を選ぶその目利きというかですね、選定能力がやっぱり必要になってくるってところが難しいなと思いました。やっぱり、素人がすぐにできるものではないかなというところで、まあ、労働収入的になってしまうっていうところ、あと安定在庫。が確保できない、商品選びが難しいっていうところで、なかなか厳しいのかなと。あとは僕みたいに海外に移住したりとかですね、場所の自由がなかなか得られないですよね。やっぱり物を送るとかですね、返品を受けたりとか、あとは税金の関税の支払いとかですね、そういったものもあるので、やっぱり海外で自由に暮らすには、オンラインビジネス、情報発信ビジネスがおすすめだと。で、その、おすすめの情報発信ビジネスの個別コンサルっていうのをやってますので、もし興味があれば動画の下にある説明欄の方から無料でメールマガジン登録いただいて、転売とか在庫も関係ない利益率の高いオンライン情報発信ビジネスの個別コンサルというのをやってますので、興味があれば連絡いただければなと思います。あとはフィリピン移住コンサルもやっています。いつもありがとうございます。